ドアの閉まる音カレンダーの印部屋から聞こえる君の泣き声逃げることの方が怖い時君は夢を追い続けてきた努力が報われず不安になって珍しく僕に当たったりしてここで諦めたら今までの自分がかわいそうだと君は泣いた夢を 物語の主人公は笑われる方だ人は笑う方じゃないと僕は思うんだよ誰よりも転んで誰よりも泣いて誰よりも君は立ち上がってきた僕は知ってるよ誰よりも君が一番輝いてる瞬間を 消そうならいつだって物語の主人公が立ち上がる限り物語は続くんだ君が歩んできた道のりを知っているから夢を君へ思い出してつまずいたならいつだって物語の主人公は笑う